はい、お疲れ様でーす。ミックス戦40人戦初めてのスワームシナジープレミア首位のクランですね。に圧勝です。で、 10V10 が8個出て、 10V11 もここ全部成功って感じですね。人的に星12なんで、今回はクイヒー系が2個と、チューラバと、なんだっけ、ドラゴンか、ドラゴンなんで、今回もまたクイヒー2個と、なんだっけ、チューラバとドラゴンと2回の動画に分けたいと思います。で、自分だけじゃなくてね、あと別に4つ 10V10 があるのと、9V9 いくつかを、ハグレの公式チャンネルの方にもまとめてあげようと思うんで、できればそっちもチェックしていただけたらなと思います。で、自分のチャンネルはね、自分の動画しかあげません。はい。今までもそうでしたけど。自己満チャンネルなので、はい。最初これかな？ちゃうな。一番最初に攻めたのが、これですね。これで、9赤で偵察入れてます。で、狙いとしては、キングとクイーンで、ここを取っていくと。で、この辺ちょっとサイドカットしといて、ドラを。ここからバーっと行って、ラバ、クローンで、こっちに合流っていう流れです。が、まあいいや。偵察から。これが一番汚い全開でしたね。ゴリ押し。これは偵察なんで、先に削りとかを。時間気にせずやってます。ヒーローパントはこれがもう完璧、47個殺させて、多分こっちも壊せたっていう流れですね。で、はい、ここはね、裏から、ね、壊せる。感じ。もう、10赤で、なんと解約してます。削り系。デュース。時間もね、2分30秒ぐらい。時間結構余裕あったみたいですね。で、援軍釣れるよう、多分釣れるなって思ったんで、一匹だけあっちゃん出さないでおいて、取っておきます、手元に。これ持ってっか乗ったんですけど、結果的にこれが正解でしたね。ここ壊せなかったからね。キングより逆いっちゃうんですよね。もうしょうがないんで。金庫も壊れてないから、水と投げんなくて、結果的に残っちゃうっていう。だから1個ね、1個目の時に取れなかった黒風船、ラバの角度変えて回収してます。テスラにはビッグドラゴン。ちょっとレイジョンすごい、こっち。まあ、あっちやってるからね。で、バルーン流れちゃうっていう。で、ここ落下ダメージ入ってないのを見て慌ててもう一匹。あ、これが良かったですね。
結構ドラゴンにタゲ回らないように外周系を結構削ってたんで、結果的にドラゴンがすごい残るんですよ。天群こっちに寄せてたんで、このまま行くとドラがタゲっちゃうんですよ。なんで大外から呼び起こして、はい、まあこれは一回で取れたから良かったかなって感じですね。で、ジューラバ。地球。これは、ピロがね、旧赤偵察からの銃で一回攻めてて、それ見てからです。ヒーローパートがやばくて。30、30のヒーローで、体育3本折れちゃうっていう。って感じですね。旧赤でもほぼ全開なんですけど、銃でクイーン逆走させて、出だしの位置ミスってタゲられて、上に逆行っちゃうっていう、ちょっともったいなかったかなっていうの、謎り修正です。ここテスラ出てくると、こうポーラーのバウンドで壊そうと思って、ポーラーを1体持ってきてますが、そっちくんかーいって、まあいいけど。で、ジャイはここのリズと、あとここの迫撃がね、ガチャで取れて、この迫撃もウィズで壊れるよ、実は出してます。で、ここのテスラ本当は壊れてて、相手に直で出せるはずだったんですけど、まあ残っちゃったんで順番変えると。ジャイからの、ここです。ここね、2個あるんで、ちょっとボムターンに邪魔されるって分かってたんで、先にポイズンで送らせる。ただめっちゃ残りましたね。ということで、クイヒー以外の2本、これは開幕に2時間ぐらいで2本詰めて取れた。こういう低いやつを一発で取れるようになると、クラン的にもだいぶでかいですね。はい。